皆さんこんばんは、 MK です。ポケモンレジェンズアルセウスパート11やっていきましょう。今回はガチグマライドを使ってひなつちゃんを探していきたいと思います。そしてついでにクイーンのドレディアも収めていきましょう。ドレディア戦どういう戦いになるのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。スカンプにバレてしまいました。だったらここはフクスロを出していきましょう。ちょっとタイプ相性的にまずいですけど、すぐにモンスターボールで捕まえれば大丈夫でしょう。ちょっと耐えててね。じゃあここはモンスターボール投げていきましょう。36個しかないけど大丈夫かな。ちょっとぐらいは玉石とかボングリとか拾っていった方がいいでしょうか。 OK、 はい、スカンプ捕まえました。なんだかんだ初めてですよね。そう、前回ねベースキャンプを取り返すために倒しはしたんですけど捕まえてはいなかったと思います。そしたらうわ、こういうね1回ずつ降りないといけないのは大変ですよね。慣れればそうでもないか。あーっと、え、食らったの今のガチグマさ、体格でかいんだから食らわないでよ。え、そこいける？ちょっと待て、怪しいな。いけなかったら怖いからフクスローを一方的に投げてちょっと取ってきてもらいましょう。あの空色玉石があればフェザーボールが作れるんですよね。ここ石つぶてかな。一応ちょっと叩いておきましょう。石つぶてだ。捕まえる？図鑑タスクどうなってたっけ。ちっか距離めちゃくちゃ近かったんだが、じゃあここはちょっとヘビーボール使いましょうか。はい、これで捕まってください。この戦闘の時ってヘビーボールどうなんだろう。ちょっとぐらいは捕まりやすくなってるんでしょうか。 OK、 いいですね。石つぶてもなんか前回前々回ぐらい、うわー待って、やばいやばいやばい、スカタンクの、待って、親分がいる。これやばいかな。あ、待って、やばいかもしんないちょっとここやばいかもしんないからガチグマで逃げましょう。そして青のセンサーはそっち側か。まだ、あ、待って、イワークいた。ちょ、あー、バレた今。イワークバレた？バレてるね。いやでも持ってないからさ、さすがにここは捕まえておきたい。はい、じゃあフクスローを出しまして、これもヘビーボールの方がいいかな。うおっと待って、イワナダレ大丈夫？フクスロー1回ぐらいは耐えないか。待って、フクスローやられた状態でこれドレディアいけるちょっと怪しくない？あーっと、ルクシオ、まあいっか。とりあえずじゃあここはルクシオを出しまして、でモンスターボールでも一発で捕まえりゃいいからね。いや、イワーク捕まるかな。レベルどれぐらい？あれ、ちゃんと見てなかったですけど30とかは超えてないよな。どうだろうか。うーわ、出てきた。ダメだ、ポケモンがボールから出てきてしまった。で相手は何をしてくる？体当たり。おっと、地面タイプの技は持っていないんでしょうか。相手が24レベまあそれぐらいだったらモンスターボールでいけるっしょ。はい、どうだイワーク。あんなでかい図体がこのボールに入ると思うとちょっと変な気はしますけども、はい、オッケー、捕まえました。新しいポケモン結構いるね。まあグレンの湿地自体来るのが初めてなので、まあそりゃそうかという感じではございますが、スカンプーはさっき捕まえたからとりあえずいいや。で青センサーがこっちか。え、こっち？あ、こっちだこっちだ、ガンガンこっちだ。こう来てこう来て、おーおーおー、え、あ、待って、モンジャラがいた。モンジャラ持ってないぞ。ここをゆっくり、あれ登れるこれ、あれ無理やり、これ無理やり登れない？ほらあれ無理かな。怪しし使えばワンチャン。ちょっと待てよこういう時こそポケモンライド、怪ししに変えて、これさ怪ししでジャンプできそうじゃない？オッケー、なんとか乗り越えまして、待てよ、これバレないように投げようか。はい、ここでほら、どうでしょうか。でバレたらもうしょうがないから向くホークを投げます。バレないでください。オッケー、バレない、いいですね。はい、じゃあここはまた石つぶてかな。はい、うわ石つぶてしか出てこないじゃん。もういいよ石つぶては、結構捕まえたから逃げます。で待てよ、あ、ボングリあった。ボングリとかはゲットしていきたいんだな。あ、この上は、それはモモンの実かな。まあ一応モモンもゲットしておきましょう。じゃあムクホークを投げまして、でボングリ、あ、モンジャラ、まあいっかモンジャラはさっき捕まえたからとりあえずいいや。あれ今ボングリやってる、あたたたたたた。はい、じゃあここはルクシオを投げて捕まえ、あの取っといて。でそれがオレンの実か。オレンはまあ一応取っとこうもらえる。あ、待って、これあれだ、あの魂107個集めろって言われてたやつですよね。このエリアに散らばっている灯火の数は残り19個。うわ、ディグダみたいなことになってきたな。で待って、ガチグマを使ってどこ行くのよ。どこ
こっち、え、待って、こっち、待って、あ、こっちだちょっと待って、方向がこっち、早い、ん、なんかいた今、ん、いるじゃんなんだよ、めちゃくちゃ近くにいたんじゃないですか。の前にボングリ回収していい？ちょっと待って、ボングリ回収してからひなつちゃんに話しかけましょう。ひなつちゃん、あ、待って、この玉ってもしかしてリラックス玉じゃないか、用意してたの。こんにちは、ひなつちゃん、お久しぶり。完全に髪型がマーズ。あ、MK ガチグマは、あ、助けましたよ。なんかひなつちゃんがさ、粉をかけたとか言ってたんだけど本当？ありがとう。で、どうしてここに、あが、芋餅って何あ、芋餅、あれだよね、ひなつちゃんがめっちゃ食べてたって言ってたのか。いや、でもガチグマのおかげでここまで来れました。私の食べた芋餅の匂いをたどってきたの。すごいな、ガチグマ。さすが神王様に力をもらったポケモンの子孫だね。そうですけど、どうしたのその顔。私はバチが当たったのか、ポケモンに追われ足をひねっちゃった。え、大丈夫？ちょっと困った時はお互い様ですけど。あ、ゆうがおさん、足痛めちゃったってよ。怒んないであげて。いやいや、あなたがひなつだね。ひゃー。あ、やばい、怒られるなこれ。あ、ゆうがおさん、私、この通り謝りますよ。え、逆に混合の小娘と思いあしらっていたことを含めてわしが悪かったね、申し訳ない。え、だってそうですよね、怒ってくると思ったんだけど。ドレディアが荒ぶったのもガチグマが暴れたのもあなたは悪くない、むしろ2匹を助けようとしたんだろう。え、なんかユーガオさんは一歩先のことを分かってるみたいだけど、私が全然分かってないぞ。なのにあなたの話を聞かなくてさ、これでは長く生きている意味がないよ。え、いえ、私もきちんと説明できなくて、荒ぶったドレディアに近づいたガチグマがドレディアの香りでおかしくなってしまったのに。あ、そうなんだ、なるほど。ドレディアは多分さ、前みたいに雷がバーンって落ちてこうなんか荒ぶってて、でそれのなんかこうちょっと影響を受けちゃったんかな、ガチグマは。なるほど、ガチグマについていた何かの粉はドレディアのものだね。で、その足どうしたんだい。え、沈め玉の材料を集めていて転んで足をひねって。そうだよね、それ沈め玉だよね。ちょっとそれでドレディア沈めましょうよ。ことぶき村を訪ねたのは銀河団にガチグマのことを頼むのとクラフトのことを教えてもらうためでもあったんだ。ほら、やっぱひなつちゃんはね、悪くないんだよ。ラベン博士に沈め玉のことを教わり、ドレディアの好きな餌を集めて沈め玉を作ってみたんだけど。はい、銀河団の技術すごいな、私もいろいろ教わりたいよ。お、関さん、だったらよ、事態を解決しねえとな。出た、関さん結構ね、いいキャラしてんのよ。リーダー、何一人で背負い込んでんだ、そんなに頼りないのか俺は。うん、まあ頼りねえな、神王様を見たこともねえし、ドレディアの異変も想像できなかったし。おい MK、 ひなつがこしらえた沈め玉、舞台の戦場まで運んでおくからよ。お、ありがとう、大丈夫ですからね、 MK がドレディアを沈めてくれる、それで万事解決ですよ。任してください、 MK、 あなたはドレディアのキング場である舞台の戦場に向かいなさいな。ひなつはわしと相棒のビーダルでちゃんと連れて行きますからね、よろしくお願いします。可愛い女の子がね、足を痛めてしまったみたいですので、ここはもう MK さんがピピッとチャチャッとパパッとササッと、ドレディアをね、なんとか沈めたいと思います。ですけどここ乗り越えらんねえなここ乗り越えらんねえな、ちょっと待てよ、こういう時は、はい、怪し石を使って無理やりジャンピング、どうだ、いけるか、無理やりジャンプで越えるんだ、オッケーいけるか、怪し石、オッケー、行ったけど、待って、これ山の奥か結構遠いんだね。あ、マスキッパ、やばいよ、マスキッパはもう捕まえたんで別に今更捕まえる必要はないでしょう。結構遠いか、投稿線を見るとこっち側から回っ、あー、どうなんだろう、こう行ってどこかで上に上がんないといけないな。このさ、金剛集落って方から行った方がいいか、そんな気もする。金剛集落、これちなみに飛べんの、あー、ポケモンに見つかってる時は移動できません。はい、すいません。じゃあ、ここ降りて、これでいける？こうして、ここに移動できます？金剛集落、はい、移動します。前回、チラッとは通ったよね、ここ。お、なんかチラッと通ったけど、ちゃんと見てなかったんだよな。一応なんか、サブクエぐらいは受けておく。こんにちは。あ、弥生さん、女の子だ。あなた、銀河団の方よね。コダックの頭痛を治せる薬を知らない。お、
これはダイパネタですね。秘伝の薬という、シロナからもらうやつが必要なんですけども、一緒に暮らしているコダックたちが頭痛で辛そうなのをどうにかしてあげたいけど、普通の薬では効かなくて、いろんな人が集まった銀河団なら医術に詳しい人もいるんじゃないの。ああ、どうだろう、いるかな。まあ一応なんか保健室的なのはありましたけど、お願い、薬を探してくれない？任してくださいよ。女の子の願いとあれば、もう MK さん火の中、水の中、草の中、森の中ですから。よし、そしたら待てよ、それは後でいいとして、あれ、ひなつちゃん、あ、違ったわ小読みちゃんだって。時間ごっこ、時が過ぎるのを待つだけじゃん。お、混合団っぽい遊びしてんななんだその混合団っぽい遊びは。でここから投稿戦を見るのが、これはねコツなんですよ。ブレスオブザワイルドで学んだ MK さんのあれ、こう進めばいいな。よし、 OK、そしたらここは怪し石に乗って、これ越えれる？ちょっと微妙じゃない？お、無理やり越えろ無理やり越えろ、怪し石パワーで、怪し石パワーで無理やり越えろ。無理かな無理かな、怪し石パワー。あー、おーっと、あ、どうだ、あ、行ったなんか正規、ちょっと待って、なんか正規ルートじゃないね。お、裁縫の親分がいましたよ。ちょっと待て、捕まえたいな、さすがに。ちょっと待てよ、投げるだけ投げよ。で、捕まんなかったらそれはそれ、結構遠いな。どうだ、当たる？やべ、ちょちょちょ、パラセクトちゃん待ってね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね。でここでルクシーを投げて、これ結構近いけど、近いけど遠い？どうだろう、待て、あ、ちょっと待てよ、ほい、どうだ、当たんねえな。もうちょい上か。もうちょい上。ちょっと待って。あー、待って。やばい、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 やばい。もう、待って。親分じゃねえやついるじゃん。だったら親分じゃない裁縫でいいよ。ちょっと待てよ。見つかってるこれ。見つかってないな。よし。ちょっと親分じゃない裁縫捕まえよ。落ち着け。見つかってるこれ。ほい。どうだ。よし、ナイス。捕まるかな。捕まんなかったら無理やり EV 出します。オッケー、捕まったはい、裁縫25レベル捕まりました、ありがとう。そしたら今度は向かうべきはそっち側。お、ボングリ、ボングリ回収して、パラスはもう捕まえてるからな。いやでも全然こっちに気づいてないから捕まえておこう全然気づいてないんだったらね。お、コロトックちゃん、はい、あなたも投げとこうか。コロトックちゃん、はい、もうどうせね図鑑タスクは埋めないといけないから。で、うわー、結構捕まるねガン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 ポケモンが捕まっていきます。そっち側か。あー、山になってるからここから行った方が良さそうだな。そうだね、じゃあこの、ゆったりとした斜面を登っていきましょう。お、ロゼリアいた。ロゼリアはね、図鑑完成させて見せてと言っていた人がいたので、ここで捕まえておきたい。ちょっと遠すぎた。はい、どうだ。あ、なんか近づいてきた、なんか近づいてきたぞ、ロゼリアが。ほら、よし、オッケー。あ、まだいるね。そっちにはバレたか、バレてないかな。ほら、オッケー。うん、嘘でしょ。それで、あ、やばい、めちゃくちゃバレてる。しかもさ、ロズレイドいるわ、親分だし。親分ロズレイドいるぞ。あ、ダメだ、ちょちょ待って、危ない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 。親分ロズレイド一旦さ捕まえようとしてみよっか。背後、あ、バレてるこれ。やばい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 、待て待て、親分ロズレイドに一発だけボール投げ出してやちょっと待って、捕まんなかったらそれはそれでいいから、ボール投げ、ボールだけ投げ出してくんねえか。いくよ、ボールだけ投げたい、どうしても。落ち着け。やばい、捕まった。オッケーオッケー、当たった当たった当たった。どう、親分ロズレイド全然捕まらん全然捕まらんじゃん。じゃあいいわ。でここイーブイ投げて、まずちょっとイーブイっていうかロゼリアたちに見つかりすぎてるんで、ここはささっと抜けていきましょう。お、完全にここじゃん。あ、待って、イーブイ進化可能。うわうわ、とりあえずでも行っていいここまで来ちゃったから、ここ行ってからだわ、いろんな進化は。で、はい、関さん、たどり着きましたよ。ここが舞台の戦場というところでしょうか。来たってことは準備万端ってことよな。ちょっと体力怪しいけど、ま、沈め玉あればなんとかなるわ。で、荒ぶっても美しいドレディアの姿、とくと拝見させていただこうぜ。そうですね。お、お待たせしましたね、夕顔さん。お、ひなつちゃん、足治ったの？ほら、ひなつの足もわしの塗り薬でバッチリですよ。よかった。
治ったね。ゆうがおさん、真珠団のあんたにいろいろ迷惑をかけて申し訳ねえ。いやいや、困った時はお互い様よ。この子は自分一人で解決しようとして抱えきれず帰ってみんなに迷惑をかけていましたが、行動の根底は前進です。まあそうですね、いいことをしようとしたんですよ。やっぱりかわいい。陶芸クイーンドレディアは舞姫のごとく絶え間なく動くからね。なんかそんな早いイメージないけどな、ドレディアって。あのドレス着ててさ、結構こうなんだろう、ゆったりしてるポケモンなんだけどね。バッチリ注目しながら回避に専念するのもありだね。ほう、あ、回避していればドレディアも疲れて隙を見せる。そこでポケモンの入ったボールを投げ強さを見せつけるんだろう。頼んだぜ。まあ前のバサギリの時と一緒ですよね。ということで、じゃあ向かいましょうか。ドレディアさん、いる？こんにちは。このクイーンとかキングが出てくる時の映像かっこいいよね。どこだろう、パッと見見当たんないけど。ドレディアちゃん、こんにちは。沈めに来ましたよ。おーっと風が吹いた。なになになに、そんなキャラだったっけドレディアって。え、待って姿、これ翡翠の姿だ、ドレディア。おーすげえ、あ、綺麗かあのね、今までのブラックホワイトの頃のドレディアってこんなんじゃないんだよもうちょっとね、ドレス着てんの、ちゃんとした陶芸クイーンドレディア。おーかっけえ、なんか機敏に動けるようになってるね、翡翠地方だと。そう、機敏に動くキャラじゃないのよ。回避でかいくぐる。マイボタンの回避は無敵状態となってポケモンの技をかわすことができます。ポケモンの妨害に対してうまくタイミングを合わせ回避してください。 OK。 そして BGM かっこいいね。じゃあまずは、お、沼の沈め玉、これを投げましょう。おお、 BGM BGM いいね。おいっと、待て、これ隙を見せたらモンスターボール投げるよ。落ち着け、隙を見せないね。こう、待って、あぶね、ちょっと結構狭いんだよここが。いけいけ、あ、でももう4分の1ぐらいは減ってる。ほらほら、よしいいよ。ここも無敵、よし OK、 いいね。そろそろ疲れないんですかあなた。全然疲れないやん。はい、沈め玉投げて、お、取るか、無敵いって、ちょっと待って、無敵、あ、やばい、そろそろ疲れないんですかね。え、全然疲れないやんドレディア。来る、無敵、よし。お、なんだそれ、危ない何それ。で、そろそろ、危ねえな。はい、投げて、疲れた、疲れないよね。ちょっと待って、向く方向出したい、疲れたんだったら。うわ、疲れてねえし嘘、全然疲れないよこの子。待って、おれ、落ち着け、おれ、よし、無敵状態を使って、危ねえなんだ最後のジャンプ。おっと、ちょっと待って、大技を繰り出すようになってきたな。お、待って、疲れた、今のと、うわ、今のとこで向く方が、もう間に合ってない、全然間に合ってない今のとこで本当は向く、いって、ちょっとやばい、待って、とと、無敵ね。はい、無敵を使って、危ねえないや、これ沈め玉だけでワンチャンいけるな。落ち着け、沈め玉を投げまくる。待てよ、おい、来るな、おい、よし、全然疲れねえし、この子。あっ、いって、やばい、疲れたんだったらここで無効復、まあダメだ疲れねえ、もうこれさ、沈め玉だけでさ、ゴリ押しちゃうわ私、もういけるもんこれ。落ち着け、体力怪しいよ私の。ほい、いける、あとちょっと、オッケー、これでどうだ、沈め玉、とりあえず、投げ切ったけど、おー、かっこいい、夕日をバックに、最後の沈め玉を投げていく、どうだ、これで、なんかあの黄色い謎のオーラが溶けて、ちゃんとしたドレディアになってくれると思いますけど、あ、笑ってる、どういう色なんだろう、あ、色はドレディアだね、確かに、おー、なんか、翡翠の姿いいね翡翠ドレディアだ。いや、元のドレディアも可愛いけど、なんか機敏に動くようになって、しかもこの舞台の戦場っていう、こう踊りっていうのを継承してるのがまたドレディアっぽくていいよね。おっと、そして緑のプレートを受け取った。完全に抹茶の板チョコ。緑のプレート、草タイプの石板、あるポケモンに使うと草の力を得るということでもらいました。プレートもビーダルが毎回気になるんだけど何もしないよね。ありがとな。いえいえ、ドレディアだけでなく日夏を救ってくれてよ。ガチグマのことといい、ドレディアのことといい、あんたすごいな。でしょ、この後一緒に芋餅でもどうですか。ふう、やっぱりドレディアが荒ぶるのってふさわしくないや。
そうですね。お華麗に踊ってるのが似合いますよね。ひなつ、おめえ謝るべき人がいるだろう。え、誰だっけ。いいの、あ、そっか、そうだよね。いいのよ、気にしなくたって。年派のいかない若い娘さんなら周りが見えなくなるなんてよくある話。すべての命は別の命と出会い何かを生み出す。お、それは隋の遺跡の言葉ですね。隋の遺跡に残された言葉、きっと神王様の教え。ああ、そういうことなんだ。もっともわしも誰かさんの頑張りを見るまで忘れていましたけど。ゆうがおさん、恩に来ます。いや、こうやって真珠団と金剛団が協力し合ってるのもいいな。まあ私の銀河団もそうですけどね。ひなつ、一人で抱え込むんじゃないよ。キャプテンはポケモンと寄り添うことを知っている人間だろ。はい、ごめんなさい。まあそうですね、ゆうがおさんにまとめられたら俺が怒るわけにもいかねえよ。お、あ、夕日バック関さん、イケメンだね。ひなつ、おめえの中の正義を通そうとしたのはいい。だけどよ、嘘だけは勘弁してくれや。おめえはそのままでいいや。ドレディアにまた何かあれば、今度は正しいやり方で守れ。そのために鍛えておけよ。うん、まあそうだね。みんな、いい人だったんだよ。別に悪い人はいなかったんだ。みんな勘違いだったんだよ。ひなつ、これからは共に失調を守るとしますかね。ガチグマのこと、カイには金剛団と銀河団に救われたと伝えておきます。そう、伝えておいてください。カイちゃんには銀河団の MK が救ったと言っておいてください。 MK ご苦労様。3つの団が手を携えた1日でしたね。わしとしては楽しかったですよ。ではごきげんよう。そうですね、俺は金剛団リーダーの席、時を司る神王様を崇める者。時は移ろうものだからよ。変化を恐れずに俺たちの時代を良くしていけばいい。お、なんかやっぱ関さんいいこと言うよね。それにはあんたらを助けるのがいいって気がするからよ。じゃあな、 MK ありがとう。私はドレディアと話すよ。そうだね。いや、ドレディアの翡翠の姿いいな。割とかっこいいね。あなたみたいないい子が荒ぶるなんてどうしたんだよ。でも私が悪いよな、ちゃんと守れずに欺いて。いやいや、助けようとしたんだから。DD DD ってなんだろう。 D よくわかんない鳴き声をしていましたが、よーし、じゃあとりあえず任務完了ということで戻りましょうか、ベースに。じゃあシッチベースに戻って、お、そういえばどうだろう、レベル上がったんじゃないねえ。お、なんだ、お、ウォロさん、またあなた素晴らしいです。時空の裂け目に消えていく光、またまたキングを沈めましたね。まあ、今回はクイーンでしたけど、はい、沈めましたよ。なぜ荒ぶるのかという謎は解けていないようですが、荒ぶるキングを恐れずに沈めていく凄さたるや。まあでしょ、あなたという存在が翡翠の歴史を変えているのでは。もっと仲良くしてください。ではまた今度。なんかウォロさんちょこちょこ出てくるよね。はい、ポケモン8匹捕まえました。なんかストーリーの大事になってくるキャラクターなんでしょうか。まあでもシロナの子孫だからなシロナだよね、完全に髪型が。だからそう思うと考古学を調べててプレートとかに興味があるっていう感じだから、まあストーリー的にもちょっと後半の方で重要になってきたりする人物なんでしょうね。調査が進んだようですね。早速報告してください。どうだろう、結構いろいろやってきたけど、うわ全然ダメマジで。陶芸クイーンドレディアを沈めたのですね。村に戻ってデンボクさんに報告です。まあそうですけど、三つ星になりたいな。ちょっとまだ二つ星か。多分次のキング行くまでにさ、三つ星にしろって言われますよね、これ。まあそれは頑張るしかないねおっと、そしてムーベさん、どうしたんですか。わしほどの達人となれば芋餅は一味も二味も違うわけよ。今更、お前も今夜は芋餅に深く感謝しながら味わえ。はい、ほら電木に報告せんか、飯を食うのはその後だ。え、何今のいつものことじゃない。なんで今更MK さんにどうこう言ってきたんでしょうか。あなたの芋餅が美味しいのは分かってるって。おっと、そして、お、あなたは何、一体どこに。はい、グレンの湿地でも大活躍と噂の調査隊員だね、探したよ。妹のミオは警備隊だけど湿地へ仕事に行ったきり帰ってこない。君は湿地でひなつって人を見つけたってね。だったらミオも探せるんじゃないか。お、あ、そう、匂いがあればね、ガチグマで探せますよ。に、匂い、はい、匂いがあればなんとかなるよ。どうだろう、いや探すために必要なんだろう。ミオ愛用の手ぬぐいはどうかな。お、いいね、よし、じゃあそれで探すわ。頼んだよ、湿地で行方知れずのミオを見つけてくれ。わかりました。けどその前にさ、ポーチ拡張しないポーチは大事なんだよな。うわ待って、あ、だったら無理だわ。
5591円しかない。次5000円なの。なんかボってるよねあの人。なんかさ足元見られてるんだが。ねえ電木さん、あんな人さ銀河団の建物に入れていいの？完全にあの人商売しに来てるよ。まあでもいいのか。ドレディアを無事に沈めたのだな。はい、そうです。なんとかみんなで協力しました。ならばよし。はい、銀河団が翡翠地方で暮らすため場合によってはポケモンと戦うだろう。だがそれも争いのない新天地を作り出すため。そうですね、時空の裂け目から落ちてきたお前、時空の裂け目よりの時空の裂け目よりの雷にて荒ぶるキング、もしかして関わりがあったりせぬだろうな。どうだろう、ないことを証明するために裂け目も調べればならぬのかもしれんな。裂け目か、なんか出るって言ってたよね。今のところまだ見えてないけどさ。はい、ということで日夏の悩みメイン任務完了しました。これで島星さんも私を認めてくれるかな。できればもう三つ星にしてほしいけど、ほらよ、出来たて熱々の芋餅じゃ。なんかありがとう。今日なんかムベさん主張強いな。みんなと芋餅を味わいポケモンの研究調査をまとめぐっすり眠る、良いことです。いや、いいことだね。毎日同じようなことの繰り返しで調査も生活の準備も進んでいるのかな。いや進んでるよ。そうだ、 MK に刺激のあるものをやるよ。お、 MK はバリバリ玉のレシピを手に入れた。バリバリ玉なんですかそれは。ノープロブレムです。自分を信じることです。そうすれば生きる道も見えてきます。この言葉を信じるのです。そうすればいつかポケモン図鑑も完成します。わかりました。はい、そしてバリバリ玉だったかビリビリ玉だったか、ビリビリ玉はもうビリリ玉か、バリバリ玉か、それが気になるんですけど何だったんでしょうか。はい、そして朝になりました。次のメイン任務はまた多分キングとかが荒ぶってると思うけどな。お、ひなつちゃん、おはよう。おはよう。朝からいい笑顔で可愛いですね。MK、私、散髪屋で働く。散髪屋、私だけが言える髪型も選べるようにする。ほう、もちろんドレディアのキャプテンも続ける二足のわらじってやつ。おー、いいじゃん。あ、ってことは髪を切りに来ればひなつちゃんに会えるってことね。MK も散髪屋においでよ。髪結いしてやるからさ。どうしよう。いやーでもクリア後にしようかな。沢さんも散髪屋の後継者ができてよかった。そうですね、電木さん外にいるの初めて見たかも。で電木さん、あのガチグマのことだけど、ことぶき村で働くのであればどこの誰であろうと大切な仲間、日夏殿よろしく頼む。おー、なんか電木もやっぱりね、団長として懐深いよね。 MK、 始まりの浜に向かうぞ。始まりの浜、ついてこい。わかりました。今更なんで、よくわかんないけど今更向かうんだ。何が起こるんでしょうか。お、いっぱい人いるけどどうした。ここはね MK、 あ、そっか、時空の裂け目との関連を調べるとか言ってましたね。翡翠地方にいらしたばかりの方々だ。これからことぶき村で共に暮らす。あ、そうなんだ。お、なんだったっけ、あの胃腸紹介の人もいますね。銀河団が初上陸したのがここ始まりの浜、あなたたちの新しい生活もここから始まりますぞ。まあそうですね、翡翠地方は強く怖い野生のポケモンが多くいると聞いています。まあまあいるっちゃいるよ。ですが銀河団はポケモンに詳しく不思議な力を借りて、ことぶき村を発展させているとか。不思議な力、その通りです。それらの伝聞は調査隊 MK のおかげ。あ、私が不思議な力ってことになってんのか。みんなでさらにことぶき村を発展させ翡翠で暮らしていきましょう。そうですね、おじいちゃんがいる。電木さんよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。じゃあみんなでことぶき村発展させていきましょう。そして時空の裂け目があるかどうかですけど、なさそうだぞ。調査隊がポケモンを調べることで安心して行動できる範囲が広がり、彼らを受け入れることができた。ああ、なるほど、そういうことか。 MK、 お前は本当にポケモンが好きなのだな。いやもう大好き、誰よりも好きよ私ポケモンのこと。うむ、ポケモンは銀河団の同胞を何人も襲っている。まあ襲うポケモンもいるけどさ、それでも好きというのは調査隊に必要な資質かもな。でしょう。良いか、ポケモンは恐ろしい生き物というところですけど、ちょっと時間的に今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。よし、じゃあ次回はこの電木さんの顔アップから、始めていければと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。